だから、こう我が、地に膝を突き立てる、この我が。嫌な汗が吹き出ていますので、これが握力を持つ者ってやつかい。ああ、本当にやばかった。こうしている今もまだ足が笑っている。これがもしあの握力の力を全開で使われていたら。ちょっと立ちくらみがしただけかな。さすがにちょっと疲れたみたい。怪我とかじゃないんだな。本当に大丈夫。もしかして心配させちゃった。当たり前だ。心配するに決まってるだろう。姫殿下、お待たせして申し訳ありません。ご無事で本当に良かったです。姫殿下、なんだ。姫殿下、どうなされました。お姫様、うちらの声聞こえてるけ？
焦らせてくれる。でもそれにはどこか安全なところに落ち着くのが先かな。わかった。誰かに見つかる前にさっさと連れ去るぞ。あ、ブライ将軍は倒しましたし、もう逃げる必要はないのでは。いや、あいつがことの黒幕でないとすれば、ここに留まるのは非常にまずい。傍から見れば自分たちは王女さんの寝室に潜入し、ブライ将軍を襲撃したことになる。さらには王女さんの誘拐も追加か。しかし兄上は無実ではありませんか。そいつをどうやって証明する。それはそんなことしなくたって。それに姫殿下に証言しても。王女さんがこんな状態ではそれは難しいだろう。特にオシトルを目の上の炭鉱にしている連中は好奇とばかりに罪をかぶせてくるはずだ。容態が良くなる頃にはみんな仲良くさらしくてな。余計なことは喋らせず、王女の地位だけを利用するつもりだったのでしょうね。体のいい傀儡といったところでしょうか。ひどい。やれやれ、俺らの時はあのデカブツだけじゃねえってことかい。なあ、そもそもブライはこんな小細工を弄する男ではない。おそらく首謀者は他にいるであろう。ほのかさんが身を隠したのも首謀者に罪をなすりつけられたからだしな。さて、問題はどこへ逃げるかだが、オシャル、どこか果てはないか。エンナカムイだ。エンナカムイは何もない辺境の地だが、周囲を山々に囲まれた天然の城塞となっている。あそこならばしばらくの間は追ってから姫殿下を守ることができるであろう。エンナカムイって確か、はいです、私たちの故郷なのです。キュー、午前には君のためには迷惑をかけることになるが。兄上、そんなことおっしゃらないでください。このヤマトの一大事ではありませんか。すまん。ふらふらとして今にも倒れそうだ。二人は何も言わなかったな。あの道と派手な封印術、これ以上は危険か。オミ、手伝ってくれ。なるほど、兵に変装して突破を試みますか。いいですね、なかなかに緊張感あふれてワクワクします。オルシ様、私たちならまだ問題ありません。どうかお任せください。いや、二人は休んでるといい。アップルでも辛いはずだ。問題なし、たとえこの命すり切れようとも遂行する所存です。ダメだ、これは命令だ。っておい、やっぱり命を削る気だったのかよ。見心のままに。王女さんはあの氷の中に隠れてもらってくれ。そのまま握るもので運んで、何食わぬ顔で帝都を離れさせてもらう。途中で誰かに見つかったら何と説明するつもりなんです。献上品と言ってごまかす。こういったのは堂々としていた方がかえって怪しまれないもんだ。ごまかし通せるかどうかは博打だから。こいつはまだ通用するかな。これは、この紋章は帝の。まさかそのようなものまで賜っていたとはな。まあ、いろいろあってな。前にウズール社の遺跡の絵師に見せた時は効果てきめんだったんだが。状況が状況だ。果たして通用するかはそれがしにもわからぬ。事情に通じているものが見ればむしろ怪しむだろう。だが何も知らぬ絵師ならば事態を未だ把握しきれていないはずだ。強引に押し切ることも可能かもしれん。今の混乱した状況で正常の門を見せられ、平静でいられるほどの胆力の持ち主はそうそういないはずだ。そいつはいい、ありがたく使わせてもらうか。しかし、そんなにうまくいくものでしょうか。キウル、
こういうのはうまくいくかどうかじゃない。うまくやるんだよ。言うじゃない。すごく薄らしいっていうか、いろいろとごまかして仕事をサボろうとするときと同じ顔かな。茶化すなよ。とはいえ、確かにもう一押し何か手を打っておきたいところだ。オンギ、一つ頼まれてくれるか。受けたまわりましょう。大光とデコポンポの兵はまだ都の外で立ち往生しているはずだな。ええ、今のところ特に動きはないようですが。なるほど、そういうことですか。そういうことだ。ブライからの命ということにして正門を解放させる。そうすれば連中は一斉に都に流れ込んでくるだろうな。その混乱に乗じるわけですね。相変わらず面白いことを思いつく御人だ。あとはブライの名に説得力があれば完璧なんだが。ならば吐く。ブライの懐を探ってみると。これは金印。そうだ、発注証の証たる正常から賜った金印だ。その金印を所持している者は発注証自身がその勅命を受けた者だと判断される。無論その金印を押した書状も同様だ。そいつはいい、ありがたく使わせてもらうか。では白さん、それをこちらに。ああ、最高は流流仕上げをご老じろといったところですかね。前から思ってはいたが、この男は詐欺師の方が向いてるんじゃないのか。では人騒動を起こしてきますか。ふむ、私も一緒に行こう。いや、待つのだ。ロスリキウル、代わりにそなたが行くのだ。え、私がですか。そうだ。そして頼みたいことがある。配下であるこの衛衆に事の次第を伝え、彼らとその一族が今宵のうちに帝都を抜けられるよう手引きをしてほしい。もはや彼らにも類が及ぶのは免れ得ぬだろうからな。私などにそのような手引き。他の者では彼らの信頼を得られない。これはそれがしの弟分であるそなたにしかできないことだ。わかりました、お任せください。さて参りましょうか、キウルさん。はい。それでは姫殿下、不自由をおかけしますが、しばらくの間ご辛抱を。はい、よっと。悪いな王女さん、もう少しだけ辛抱してくれ。おっしゃる、お前も一緒にな。いや、それがしは、そんな状態でまともに動けるわけないだろう。いいから入っておけ。何よりお前は顔が知られすぎている。うるうるサラーナはこっちの方にな。わかりました。まこと民間ではありますが。知らない、二人の面倒は任せた。うん、任せろ。さて、手が合ってないのに仕方ないかな。おやや、ダブダブや。確かに男前の服はクオンたちにはかなり大きい。袖や裾はだいぶ余ってしまってるし、猫に向かっては遠目には服だけが歩いてるように見える。何が言いたいのです。いや、なんでもない。少々不安になってきたが、ここまで来たらもう後には引けない。
さすがにこれ以上は氷にも入りそうにないしな。行こうみんな、あとはなるようになるだ。皆さん、ここでお別れです。でも私たちと一緒に。そうなのです、あなた一人でここに残ったら。分かっております。ですが私はほのか様に大変なご恩を受けた身でもあります。ほのか様のご無事を何としても確かめたいのです。姫殿下のことはどうかよろしくお願いいたします。最後までご一緒できず申し訳ありません。皆さんどうぞご無事で。ここまでありがとう。行くぞ。